こうして落ち着いていると、この青い海の美しさを改めて感じ取れますね。いつかきっと私たちはこの海のすべてを取り戻せるはずです。そうでしょ、指揮官様。指揮官様、釣りをするのですか？よければ私が作っていたコロッセオを手伝っていただけますでしょうか？指揮官様、午後のビーチバレーの試合をぜひ観戦しに来てください。ロイヤルの方々との宿命の対決が、もしかすると見れるかもしれませんよ。指揮官様、忘れないでくださいね。今の私はあなたの部下、頼っていただいて構いませんよ。これ式の任務など朝飯前指揮官様はそう思っているのでしょう。指揮官様、用意したトルテッリーニはどうなっています？委託から戻ってきたみんなのためにちゃんと準備しておかなきゃね。海風と日差しを浴びながら、波の音に耳を傾けて、のんびりとした休日はいいですね。指揮官様も日向ぼっこでもいかがですか？とても気持ちいいですよ。私から一つアドバイスです。友達を作るのは慎重にね。ビットリオ、ベネトは写真を撮るのが下手すぎるって言ってカメラをなかなか持たせてくれません。もう本当にそこまでひどいのかしら。指揮官様、一枚撮らせてもらえませんか？指揮官様、私は起きていますよ。私から一つアドバイスです。友達を作るのは慎重に。